こんにちは、川島です。今日はお友達とメキシコ料理屋さんランチ行ってきました。乾杯。イエーイ。ハノイ生活で初めてもらえた。テスランパサラン。これ石じゃないやつ。植物だと思う。多分綿毛みたいな。多分あれびっくりする、ね、キムチかと思った。動画だとめっちゃ美味しそうだよ。これ YouTube なります？撮れ高なります？撮れ高やった。私この前ちょっと失礼してたもん。あ、見てくれたの？まだ見てないやつ。あの日のじゃないっす。そうそうそう、あの日の私まだ見てない。ちょっと後であやさん家で見よう。ケツがさ、私のケツが映ってた。自分の声ってこんななんて、あの動画でなりますよね。改めて見ると、本当自分で聞こえてる声と違うじゃん。おしゃれ、おしゃれ。手作り？うん、もう手作りだね。手作りのリールってさ、こうやってシャ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 、こういう丸いのがついてるけどさ、こうやってタグルをこうやって。こんな技術高かったの、この人たち。下見ないと。あ、結構いいんだね。釣りの魅力って何？やったことないから全然わかんない。釣りの魅力？ハンティングいいよね、ハンティング。この獲物を捕らえるっていうさ。なるほどね。そうそう。で、海釣りも川釣りもそうだけどさ、釣りたい魚種によって仕掛けを変えたりとか、竿を変えたりとか、そういうのが楽しいな。オタク的にそういうのがすっごい楽しいわけ。なるほどね。その、今日の水位とか、気温とかそういうので、考えて、今日はこれぐらいの水面、水のさ、この床、指定のとこからこの水のやつ、棚って言うんだけど、今日はこれぐらいの棚だろうな、みたいな想像してさ、こうやって、これに合う仕掛けとか作って、それでドンピシャ釣れたりするとき。あー、ヒットするといいの。自然に勝ったらいいんだね。待つ時間は苦じゃない。そうじゃないと。だってなんもないじゃん。本当にうんちいっぱいあるね。うんこだらけだから。女性ってやっぱすぐ飽きちゃうから。カレー釣り面白いんだよ、これ。冬のカレー、真冬のカレー釣り。美味しい、油乗ってて。全部出てくる。美味しいんですか、カレー。美味しい。カレーの煮付けとかも。あ、確かに煮付けのイメージある。唐揚げにしても美味しいし。やばい。ウコン用意した。ちゃんと凍らしたん。すごい。こうすると美味しいんだよ。でさ、これもさ、私凍らせてるっていうか冷やしてる。すごいね。そう。バーテンアヤ。大したあれじゃないよ。これくらいかな。あ、私薄めで大丈夫です。うん、ソーダで割るから。はい。無糖で、無糖ソーダで。
すごい、ね、なんかやっぱり1回くらい引っ越してみるのもありだったなと思いますけど、うん、そう、こんなに違うんだ、面白いですよ、同じハノイなのに全然違う場所みたい、そうそう、これなんかでも家にいるの楽しそう、うん、だから私結構家にいる、でもしーちゃんの家いいじゃん、そうですね、まあ居心地はいいですけど、うん、でもやっぱ生活感ありますよね、結構うちのがめっちゃなんか全然ニトリだからマジニトリだよね、だから昨日のお友達、家具ちょっとニトリなんか昨日ストーリーに載せてたお友達の家がちーちゃんが、うんうんうん、うちと全くか一緒で、あ、オーナーが同じ、オーナーじゃないの、オーナーが同じ説はありますよね、すごいちゃんと混ぜるやつあるんだ、もつれ持ってきたの、マグラ持ってきた、いやさすがすごい、やばい美味しそう、めっちゃ美味しそう、暑い日に、そうだよ、よし、じゃあ外で飲んでも美味しそう、じゃあこれで完成です、はい、とりあえず乾杯しようか、ウコンの飲みな、ウコン飲む、そうだね、いいさ、ウコン飲んで、私も水持ってこよう、じゃあウコンいただきます、当て製の乾杯、ジンジンライム、なんかで少ないかもしれない、なみつぶつ最高、少しテレビに近づいていただいていいですか、 OK です、あ、いいねいいねいいね、あ、忘れちゃった、これか、ボロ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 、ギャルが出た、赤乾杯、乾杯、私もちゃんと用意したいよ、すごいね、だから結婚したい、結婚したい、結婚しよう、結婚しよう、マリミーだよ、マリミー、マリミー、今手洗ったから綺麗だから、すごい、え、待って、これどこで買ってるの、すごいね、手洗ったから、これ自分で刻んだの、そうだよ、手洗ったから綺麗だからね、全然大丈夫、たまにちゃんとこういうの敷くのがおばさんでしょ、女子力ですよ、いやいや女子力ってか、おばさんにちょっとねこれ油するとうまいよ、結婚したいね、結婚したいですね、結婚しよう、結婚しよう、はいどうぞ、特製煮卵で締め的な感じで煮卵です、気をつけてください、巻き込まれないように、本当だよ、ここ開けて、ここ気をつけてよ、ありがとう、またね、やばい、バイバイ、夜になるといいよね、1週間ほど前からお腹を下しているのと逆流性食道炎の症状が悪化したため病院へ行ってきました。ウェルビーというアプリで予約しました。受付もお医者様も日本人なので安心です。1週間薬で様子見します。今私がつけてるマスク、呼吸がすごいしやすいのでおすすめです。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。